日の食材はこれですね。おお、少ない、こんだけですか。ヨーグルトとカレーパウダーと、なんだっけ、少ないの、確かに。何何ですっけ。みなみちゃん、こんにちは。こんにちは。今日は今が旬のスナップエンドウで萌え食感なサラダを作りましょう。ドレッシングはエスニック味のやみつき風味です。さあ頑張ろう。スナップエンドウ全然違うじゃん。今回挑戦するのはみずみずしい春の野菜、スナップエンドウを使ったサラダ。しかも今回は包丁を使わず、あえるだけの簡単レシピ。今回こそ10分以内に完成させちゃいましょう。筋を取る、筋を取る。あれ、みなみちゃんめっちゃ困ってない。困ってます。筋の取り方教えます。ヘタがついてない方から短い方の筋を取ります。ヘタをちぎって長い方の筋を取ります。すごい。これで完成です。頑張って剥いてね。食感にも影響する大事な作業、財津さん腕の見せ所ですよ。最近料理はどうなんですか。最近ちょっと目覚めてきたんですよ。生姜焼きとか、あとこのコーナーで覚えた担々うどんも作りました。30分ぐらいかかったけど。もう取れなくなった。ダメだ。筋取りのタイムロス取り戻しましょう。沸騰したお湯で2分間茹でていきます。おお、綺麗な色。その間に調味料を混ぜていきます。大さじこれか。茹で時間2分の間にヨーグルト、塩、カレー粉、オリーブオイルを入れてドレッシングが完成。あと10秒。ここで島さんポイント。茹でた後素早く冷水で冷やすことでスナップエンドウが劇的に美味しくなりますよ。おお、ちょっと味が想像できない。はい、できた。茹でて和えるだけの簡単レシピ、果たして10分以内に収まっているのでしょうか。うわ、惜しい。13分。ちょっと今回できるかなと思ったんですけどね。もう無理なんじゃないですか、ちょっと筋にね、手を伸ばして。筋ね、ちょっと厄介でしたね。言い訳作んのも大変ですよ。でも美味しそう、ね、色も綺麗だし、うん、とお味が気になる。おしゃれですよね。うん、ちょっと筋が残ってましたね。カレー粉がヨーグルトによってすごいこうまろやかになってて、ヨーグルトの酸味もすごくいいです。スナップエンドウのシャキシャキとした食感もすごくいいですね。これが食卓に出てきたらめちゃくちゃ料理できる人って感じしません？